ドボスを村の中に誘い込みます。ちょっと待ってくれ。そんなことしたら村の人たちが。それが狙いです。ボスが NPC を殺している間にボスを攻撃殲滅します。 NPC は岩や木みたいなオブジェクトとは違う。彼らは生きている。とでもあれは単なるオブジェクトです。たとえ殺されようとまたリポップするのだから。俺はその考えには従えない。今回の作戦は私血明騎士団副団長のアズナが指揮を執ることになっています。私の言うことには従ってもらいます。よう、また揉めたな。エギル、お前と副団長さんはどうしていつもああなんだ。きっと気が合わないんだろうな。君は強くなれる。だからもしいつか誰か信頼できる人にギルドに誘われたら断るなよ。ああは言ったけど、まさかトップギルドで攻略の鬼になるとはな。何してんの？なんだ、あんたか。攻略組のみんなが必死に迷宮区に挑んでいるのに、なんであんたはのんびり昼寝なんかしているのよ。いくらソロだからってもっと真面目に。今日はアインクラッドで最高の季節の、さらに最高の気象設定だ。は？こんな日に迷宮に潜っちゃもったいない。あなたね、わかっているの。こうして一日無駄にした分、現実での私たちの時間が失われていくのよ。でも今俺たちが生きているのはこのアインクラッドだ。ほら、日差しも風もこんなに気持ちいい。そうかしら。天気なんていつも一緒じゃない。あんたもこうして寝転がってみればわかるよ。見ろよ、こんな時間からお休みかよ。お気楽なやつもいたもんだ。どこのドイツだ、まったく。本当に寝ちまうとは。
しゅ、うん、おはよう。よく眠れた？ご飯一回。は？ご飯。何でもいくらでも一回おごる。それでチャラ。どう？騎士団のアスナじゃないか。あれが先行の。もう一人の黒ずくめのやつは、ま、なんていうか、今日はありがとう。ん？ガードしてくれて。あ、いや、街の中は安全な圏内だから、誰かに攻撃されたりプレイヤーキルされることはないけど、眠っている間だけは別だし。ああ、デュエルを悪用した睡眠 PK。 普通デュエルは腕試しに行われるものだけど、その最中は圏内でも HP がなくなってダメージを受けるから。眠っている相手にデュエルを申し込んで、相手の指を勝手に動かして OK ボタンをクリック、そのまま一方的に攻撃を、なんて事件が実際起きたし。だからそのありがとう。まあ、そのどういたしまして。早く受け。君は下で受け止めて。分かった、待ってろ。くそ。圏内で死ぬとしたら、デュエルに敗れる以外にはありえない。だったらみんな、デュエルのウィナー表示を探せ。中には誰もいないわ。どういうことだこれは。普通に考えれば、デュエルの相手が被害者の胸に槍を突き刺してロープを首に引っ掛けて窓から突き落としたってことになるのかしら。でもウィナー表示がどこにも出なかった。ありえないわ。圏内でダメージを与えるにはデュエル以外の方法は。どちらにしてもこのまま放置はできないわ。ああ、もし圏内 PK 技みたいなものを誰かが発見したのだとすれば、外だけでなく街の中にいても危険ということになってしまうわ。そうだな。前線を離れることになっちゃうけど仕方ないか。なら解決までちゃんと協力してもらうわよ。言っとくけど昼寝の時間はありませんから。してたのはそっちの方だろう。すまない、さっきの一件を最初から見ていた人いたら話を聞かせてほしい。ごめんね、怖い思いをしたばっかりなのに。あなたはお名前は？ あの私ヨルコって言います。もしかして最初の悲鳴も君が？はい、私さっき
殺された人と一緒にご飯食べに来ていたんです。あの人名前はカインズって言って昔同じギルドにいたことがあって、でも広場ではぐれちゃって、周りを見回したらいきなりこの教会の窓から彼がその時誰かを見なかった？一瞬なんですが、カインズの後ろに誰か立っていたような気がしました。その人影に見覚えはあった？その嫌なこと聞くようだけど心当たりはあるかな？カインズさんが誰かに狙われる理由に。すみません、こんなところまで送ってもらっちゃって。気にしないで。それより明日またお話を聞かせてくださいね。はい。さて、どうする？手持ちの情報を検証しましょう。あのスピアの出所が分かれば、それから犯人を追えるかもしれない。となると鑑定スキルがいるな。お前あげてるわけないよな。当然、君もね。っていうか、そのお前っていうのやめてくれない？あ、じゃああなた副団長様、先行様。普通にアスナでいいわよ。了解で、鑑定スキルだけど、フレンドとかに当ては？友達で武器屋やってる子が持ってるけど、今は一番忙しい時間だし、すぐには頼めないかな。そっか、じゃあ俺の知り合いの雑貨屋にでも頼むか。毎度、また頼むよ兄ちゃん。相変わらずアコギな商売しているようだな。よう、キリとか。安く仕入れて安く提供するのがうちのモットーなんでね。後半は疑わしいもんだな。何を人聞きの悪いことを。どうしたキリト、ソルのお前が、しかもアスナと一緒とはどういうことだ？お前ら仲悪かったじゃないのか。何か言って。県内で HP がゼロに。デュエルじゃないのか。ウィナー表示を発見できなかった。直前までヨルコさんと歩いていたのなら、睡眠 PK の線もないしね。突発的デュエルにしてはやり口が複雑すぎる。事前に計画された PK なのは確実と思っていい。そこでこいつだ。プレイヤーメイドだ。本当か？誰ですか？作成者は？グリムロック。聞いたことねえな。少なくとも一戦級の刀匠じゃねえ。それに武器自体も特に変わったことはない。でも手がかりにはなるはずよ。一応固有名も教えてくれ。ギルティーソーンとなっているな。罪の茨ってとこか。罪の茨。なんだよじゃないでしょ。バカなの？その武器で実際に死んだ人がいるのよ。いや、でも試してみないことにはわからないだろう。そういう無茶はやめなさい。これはエギレさんが預かっててください。おう。ヨルコさん、あなたグリムロックって名前に聞き覚えある？はい、昔私とカインズが所属していたギルドのメンバーです。実はカインズさんの胸に刺さっていた黒い槍、鑑定したら作成したのはそのグリムロックさんだったんだ。
何か思い当たることはないかい？はい、あります。昨日お話できなくてすみませんでした。忘れたい、あまり思い出したくない話だったし。でもお話しします。そのせいで私たちのギルドは消滅したんです。ギルドの名前は黄金リンゴって言いました。半年前、たまたま倒したレアモンスターが敏捷力を20も上げる指輪をドロップしたんです。ギルドで使おうって意見と、売って儲けを分配しようって意見で割れて、でも最後は多数決で決めたんです。結果は5対3で売却でした。前線の大きい町で競売屋さんに委託するためにリーダーのグリセルダさんが一泊する予定で出かけました。でもグリセルダさん帰ってこなかったんです。後になって私たちはグリセルダさんが死んだことを知りました。どうして死んでしまったのか未だに分かりません。そんなレアアイテムを抱えて県外に出るはずがないよな。ってことは睡眠 PK か。半年前ならまだ手口が広まる直前だわ。ただ偶然とは考えにくいな。グリセルダさんを狙ったのは指輪のことを知っていたプレイヤー、つまり黄金リンゴの残り7人の誰か。中でも怪しいのは売却に反対した人間だろうな。売却される前に指輪を奪おうとしてグリセルダさんを襲ったってこと。おそらくグリムロックさんというのは、彼はグリセルダさんの旦那さんでした。もちろんこのゲーム内でのですけど、グリセルダさんはとっても強い剣士で美人で頭も良くて、グリムロックさんはいつもニコニコしている優しい人で、とってもお似合いで仲のいい夫婦でした。もし昨日の事件の犯人がグリムロックさんなら、あの人は指輪売却に反対した3人を狙っているんでしょうね。指輪の売却に反対した3人のうち2人はカインズと私なんです。じゃあもう1人は？シュミットというタンクです。今は攻略組の青龍連合に所属していると聞きました。シュミット、聞いたことあるな。青龍連合のディフェンダー隊のリーダーよ。でっかいランス使いの人。ああ、あいつか。シュミットを知っているのですか？まあ、ボス攻略で顔を合わせる程度だけど。シュミットに会わせてもらうことはできないでしょうか？彼はまだ今回の事件のことを知らないかも。だとしたら彼ももしかしたらカインズのように。シュミットさんを呼んでみましょう。青龍連合に知り合いがいるから、本部に行けばどうにかなると思うわ。だったらまずはヨルコさんを宿屋に送らないと。ヨルコさん、俺たちが戻るまで絶対に宿屋から外に出ないでくれ。はい。君は今回の県内殺人の手口をどう考えてる？大まかに3通りだな。まず1つ目は正当なデュエルによるもの。2つ目は基地の手段の組み合わせによるシステム上の抜け道。まあそんなところだよね。3つ目は県内の保護を無効化する未知のスキル、あるいはアイテムの存在。いや、でもこの3つ目はまずないだろうな。どうして？フェアじゃないから。認めるのもちょいと豪腹だけど、 SAO のルールは基本的にフェアネスを貫いてる。県内殺人なんてこのゲームが認めているはずがない。へえ。グリムロックの武器でカインズが殺されたというのは本当なのか？本当よ。なんで今さらカインズが殺されるんだ？あいつが指輪を奪ったのか？グリセルダを殺したのはあいつだったのか？
グリムロックは売却に反対した3人を全員殺す気なのか。俺やお前も狙われているのか。グリムロックさんに槍を作ってもらった他のメンバーの仕業かもしれないし、もしかしたらグリセルダさん自身の復讐なのかもしれない。だって県内で人を殺すなんてこと、幽霊でもない限りは不可能だわ。私昨夜寝ないで考えた。結局のところグリセルダさんを殺したのはメンバー全員でもあるのよ。あの指輪がドロップした時、投票なんかしないでグリセルダさんの指示に従えばよかったんだわ。ただ一人グリムロックさんだけはグリセルダさんに任せると言った。だからあの人には私たち全員に復讐してグリセルダさんの仇を討つ権利があるんだわ。冗談じゃない、冗談じゃないぞ。今さら半年も経ってから何を今さら。お前はそれでいいのかよヨルコ。こんなわけのわからない方法で殺されていいのか。次回、幻の復讐者。